我が体に神宿る。マッサージ師の八代富士です。僕が読んだ3000冊の本の中から健康に役立つ本をご紹介します。今回は荒谷大地著最強のボディメンテナンスです。この本の要点と結論から、脳から出る8つの神経伝達物質を意識することで最強のボディメンテナンスが可能となる。では脳内スイッチを切り替える8つの神経伝達物質とは、簡単に説明します。幸せホルモンセロトニン、安らぎホルモンオキシトシン、怒りのホルモンノルアドレナリン、やる気ホルモンドーパミン、戦闘ホルモンアドレナリン、ひらめきホルモンアセチルコリン、恍惚ホルモンエンドルフィン、若返りホルモンマイオカイン。ではこれらの神経伝達物質を次の3段階で活用していきましょう。1、神経伝達物質というものが存在することを知る。2、どうやったら何をするとその神経伝達物質が出るか、それぞれの特性を知る。3、今の自分に足りないものは、自分が出したいものを意識して実行する。例えば最近安らぎが足りないなと思ったら、オキシトシンを出すことを意識してやればいいんです。具体的には、人に親切にする、感動する、パートナーと支え合う、マッサージを受けるなど。一方で悪い例として、頑張りすぎ、何事に対しても過敏すぎる、そういった体の状態ですとマイナスに作用するホルモンが出てきて体調は悪くなります。脳は体を守るために痛みというですね、信号を出す。ですから不調は脳で作り出すことができると言えます。ではまとめます。8つの神経伝達物質の存在を知り、その特性を知り、意識して実行してみてください。そうすると脳をコントロールできるようになりますので、その結果体もコントロールできるようになります。この本は多くの示唆に富んだ深い内容ですので、今回ご紹介できませんでしたが、症状別のツボもですね、結構たくさん載ってますので、この本を参考にして生活シーンに応用していってみてください。ではまた。バイバイ。